んない。どうも、篠原です。今回ですね、共通の数学を時間内に解くための方法ということで、まあ共通数学をね、時間内に解き終わるための方法を話したいと思います。もう一言です。量やりましょう。で、よく一般的に言われてること、あるいはテクニックの話もちょっとします。例えばなんですが、共通テストっていうのは枠が決まってるんですね。枠が決まってるから、まあ例えばですけど、まあ、あってあったら、まあもう0から9までなんですよ。で、9が入るなんてまずないです。まあ大体1か2か3か4ぐらいですみたいな感じで、大体そうだろうっていうのが分かったりとかしますね。あるいは例えばですけど、各 AOB ってあって、まあこれで例えば EUDO ってあったら、まあほぼ間違いなく45度か30度か60度です。もう大体まあサインとかコサインとかで表せる何かですよ、大体ね。ところが、まあこういうテクニックもありますよ、ありますけど、まあこのテクニックを知るという意味でも、量、これに勝るものはないんですね。で、量をやるとどうなるかっていう話をします。まず一つ、純粋に計算力がつきます。言ったら、共通テストで時間足りない、まあほぼほぼ計算力不足なんですね。ちんたらちんたらゆっくり計算していいってわけじゃない、もうちゃっちゃちゃっちゃ終わらせないといけないってなった時に、もう計算力をつけるっていうのが、まあ一番早いわけなんですね。で、この計算、まあつまりミスらないっていうのも大事じゃないですか。あの、一個ミスったらその後雪崩が起きるんで、共通テストの場合、あいうえお、かきくけ、こうぐらいまでで絶対ミスらない、できたらさしすせそうまでミスらないみたいな、そういう計算力をつける。これがまず一つ目、大事ですよね。量やればつきます。で、二つ目、思いつかないっていうのが減ります。共通テストの数学で、こう思考がジャンプするタイミングがありますよね。で、そのタイミングで、あれ、これどうやるのかなっていうのが減ります。で、というのをですね、共通テストの数学においては、二次試験をやってればやってるほど、あんま使わないやつを使ったりとかするんですよ。まあチェバとかメネラウスなんで、まさにそうで、そんなチェバメネラウスって二次試験の数学使わないですよね。なんですけど、共通テストでは結構使うとっていうような、まあ頭の中でこの埃かぶってる、ああ高1の時にフォーカスゴールドチャートでやったなみたいな埃かぶってる解法っていうのを、量やることで全部こう、まあ記憶の引き出しの前の方に持ってくることができると。で、そうすることで思いつかない、わからないっていう問題が減っていきます。なので、やっぱりね、量をやる、これはでかいですよね。共通の数学を解く上ででかいというところです。で、それでもなお思いつかないときに、あ、やめよう、これやめよう、もう考えても無駄だっていうふうに諦めて見切る、もうやめよう、次行こうっていうような、まあ見限りをつける力ですね。見切る力っていうのもつきます。量をやっていく中で、あ、これはダメだなと、無理だなっていうような力がついていきます。っていうことをやっていかざるを得ません、共通テストは。というのも、その言ったら解法のテクニックとしてね、そのまあさっき言った通り、その二次方程式があって、でまあもう上に解くだったらマイナスなんかじゃないですか。でマイナスあ E だったら E に入るのはもう大体2とか3とかなんですよ。まあ3が入ることもあんまないですね。ほぼ2と言っていいんじゃないですか、上に解くだったらね、とかみたいな、こういう多分こうなるだろうっていうようなテクニック、あるいはこの公式知ってれば一発でスパンとケリがつきますよみたいな、6分の1公式とかね、そういうやつとかも、まあ一応テクニックといえばテクニックなのかもしれないですけど、じゃあそれ知ってることで、そのじゃあ今まで5割ぐらいしか取れなかった人がいきなり7割8割いくか、いかないですね。もうとにかく量をやって、計算力、純粋な計算スピード、まあ正確さもそうだし、スピードもつけると。で、あの、思いつかない力、思いつかないっていうのを減らしていって、でも無理だと思ったら見限る力をつけていくっていうことをやること以外に、共通の数学できるようにはならないかなと思います。だから、まあ一応提案としてはね、センターの過去問ですね、これをまあ大問ごとやる、これがまあファーストステップとしてはいいかなと思いますね。特に、まあこれまでマーク模試も散々やってきたと思います。その中で、あ、この分野苦手だなっていうところをやっていくのがいいかなと。で、例えばなんですが、まあ二次関数とか微分積分とか三角関数、その辺に関してはもうテンプレが決まってますよね。数列とかもまあ大体悩んだら解差ですからね、まあっていうのが決まってたりとかしますと。で、
ちょっと、まあ、対策しづらいのが整数ですね。整数はちょっと対策しづらいかなと思います。まあ、そういうね、ちょっと対策しづらい、つまり過去問では出たけど、同じやつが2回出ることは多分ないかな、みたいな。まあ、そういうやつに関しては、例えばマーク式基礎問だとか、寸大の短期攻略、この辺で対策していくと。だからまあ、これがね、安くて量が多いんで、まあ、問題の質もいいですから、まあ、この辺がいいかなと思うんですが、次のステップでマーク式基礎問とか短期攻略をやっていって、最後予想問題集ですね。河合寸大の予想問題集をやっていくというのがいいかなと思います。で、これ以外に共通の数学を時間内に終わらせる方法はないぞ、その小手先のテクニックどうこうは無理ですよ。で、まあ他にね、その量やれと言っても、例えばなんですが、フォーカスゴールド全部解き直しとかね、無理じゃないですか。そんな時間ねえよってなりますよね。みたいな感じで、無理なもんは無理だと思うんです。その辺はちょっと無理と。フォーカスゴールド全部解き直したら無理だけど、やっぱりセンター過去問10年分とか、マーク式基礎問とか短期攻略とかぐらいはやっぱ終わらしておかないと、量をね、こなしている他の受験生にまあ負けちゃうんじゃないかなと思いますね。はい、共通の数学においてその思考のジャンプっていうものは、まあ、確かに、多少問題としてはあるし、実際それが取れる取れないで、まあ、10点とか変わってくるのも事実です。ただじゃあ共通で10点取れなかったも英語で2問当てればいいんですよ、極論ね。だからある程度思いつかない、見切るっていうのはまあしょうがないんです。で、一番ダメなのが計算力がなくて、どっか一個で間違えて、あれ計算が合わない合わない、どうしようって雪崩が起きる。これが一番避けるべき事態なので、とりあえず計算力を頑張ってつけると。そのためにセンター過去問とか、マーク式基礎問短期攻略、この辺で計算力ドリルとしてどんどんやっていって、実際の思考問題に対しては予想問題集、この辺で、まあ、ある程度頑張ると。で、それで実際の計算力はあるから、とりあえず解ける。で、しかも正確だっていう状態にはせめてしておいて、あとはできるだけ思いつかないっていうのを減らしておいて、もう無理なものは見切って、次々行くというのが、まあ一番共通数学で点取れる方法かなと思いますね。ちなみになんですが、思考問題、解けないって思ってるかもしれないですけど、そんなことないですから、ちゃんと誘導を見るだけです。ちゃんと誘導を見て、あ、多分こうやなっていうのが分かるかどうか。で、この分かるかどうかっていうのも、俺も一応数学の偏差値 84.9 とか取ってますけど、俺は数学を考えたこと、思考したことは一回もありません。俺が数学が 84.9 偏差値取れてるのは知ってたからです。知ってたから取れた。だから京大も受かったんです。出てきた問題の解法をあらかじめ知らないと数学は無理です。これは二次もそうだし、共通の思考問題もそうですね。だから、あらかじめ知っておく。あ、多分こういう問題こうやるんやな。多分これで答え出るなっていうようなパターンを理解しておくっていうのが一番共通数学点を取る上ではいいので、やっぱりね、量やらざるを得ないですね、それをやるためには。まあセンターの過去問とかね、傾向違うじゃないかと思うかもしれないけど、計算力という意味ではもうセンター過去問が一番安くて量やれて、しかもまああんまりやり飛ばしてもいいじゃないですか。だからポン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 できるし、で、大問ごとで大体取らないといけない時間ですよねっていうのもまあなんとなく分かってるしというところで、やっぱりね、まあセンター過去問で計算力つけておいて、マーク式基礎問とか短期攻略で思考問題の練習ちょこちょこやりつつ、最後予想問題集で全体の配点のバランスとかも考えてっていうのが、まあ一番いいかなと思います。ぜひね、共通数学、確かに、新傾向の思考問題、うわ、やべえと、苦手だっていう人多いかもしれませんが、そこにしっかり時間を割くために、計算力をつける。計算力をつけるために、量をやりましょう。正確さとスピード、この二つっていうのは、量をやればつきます。量をひたすらやればつくんで、頑張ってやっていきましょう。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。